先般の自民党大会で、総理はあの悪夢のような民主党政権が誕生したというふうに言われました。私たちは政権時代にその前の自民党の歴代政権の重荷も背負いながら政権運営をやってきました。今の発言全く了解できませんよ。取り消しなさい。安倍内閣総理大臣。取り消しなさいと言われても取り消しません。それを明確させていただきたいと思います。そこでですね、ですから反省がないというわけではないということは申し上げましたよね。でも皆さんに重荷を背負わせたというのはこれは分からない。皆さん政権取ったんですから自分たちの政策を進めないじゃないですか。重荷というのは何ですか。財政赤字財政赤字もう